はもうね、もう限界ですけど、ね、あ、写真ですわね。あ、もう終わったんですか。終わったんですか。でね、写真の撮影がですね、あ、いや、写真かと思ってた。写真撮影がですね、撮り放題となっちゃった。ここで構えて写真かと思ったら、ハンカチでこうやってもう泣いてんの。もう泣いてんの。もうね、太って、もうどうしよう。親もこれですね。ありがとうございます、そうですよ。写真撮り放題となってますからね。あ、わあ、上野動物園のパンダの気分になりましためっちゃ撮りましたから、めっちゃ動画ですよね。すごいすごいすごい。ただです、皆さん、あの SNS、 SNS にはあのすいませんね、うん、絶対に上げるように、絶対上げてください。絶対ですよ。告知お願いしますね。アスカンドラゴン面白かったよね。嘘でいいんで、嘘でいいんだろう。面白かったよって言ってください。面白かったよってお願いします。ガラケーおるぞよ。いいからいいから、いいガラケーのお客さんいますから。お客さん、あのガラケーもいいですけど、なんで携帯斜めになってるんですか。だいたい横がこう縦なんですか。中途半端な このラインですかね。俺がこうなってるから、このラインかな。ありがとうございます、本当にね。よかったね。写真撮影すごいや。まだ写真撮影があったなと思ったら、あれ我々が設置したカメラでした。カメラ大好きなんでね。さっきもね、紹介させてもらったんですけど、はいはい、今度ね、あの、うん、市原隼人さん主演の「侍先生」というね、映画に、うん、なんとなんと出演させていただけることになりました。ありがとうございます。でも、ね、那須慎吾役の織田裕介さんです。あまりピンときてるし。那須です。ね、その隣にいますのが、はい、私、あの重要な役いただきました、はい、カラオケ店員でございます。わかりやすいですね、カラオケの場面には僕が出てくる。これ覚えてもらったらね、今回の時にも生粋のカラオケ店員顔ですから。完全に今日もカラオケ店員っぽい格好で来てますから。カツラ合わせなんかにね、うん、行ったんですけど、あの服着せられながらね、はいはい、あのバーって着せられるんですよ、あの袴とかもね、うん、で着せる人がちっちゃい、聞こえるか聞こえんかぐらいの声で、着せやすい、見知れ体型やって言われる。そうね、見知れないんだ。褒められたことにしとこうよみたいなね。ピンと来たんですかね、あ、こいつは侍いけるなみたいな監督とプロデューサーね。那須の慎吾ね、うん、あの歴史上稀に見る大男と、うん、そうそう、180cm グッドキャスティング。そうそう、グッドキャスティング。俺170cmしかないんですけど、まあ、ただね、横があるんですよ。その人はね、大男で、そのなんかね、舞踏家なんですよ。そうそうそう、ね、舞踏家なんですよ。だからもう その部分がね、もしかしたらヒットしたのかもしれないです、うん、ただね、なんかちょっとね、ゲイっぽいんですよね、調べてたらね。なんかネットにいろいろ上がって、ちょっとゲイっぽいんですよ。もしかしたらそれいけるっちゃちゃう。大丈夫じゃない。何の応援っぽい。何の大丈夫。応援っぽい。応援いらないそれは。ぜひあの高知は先行あの上映で12月に見れる。11月ですね。11月ですね。見れるので、はいはい、ぜひともあの劇場に足を運びください。よろしくお願いします。お願いします。日本の全然俳優っぽいよね。じゃあ皆さん劇場で会いましょう。顔だけ見なきゃ。可愛いよ。可愛いよね。劇場で会いましょう。めっちゃいいよ。かっこいいセリフで言ったらね、うん、時代劇なんかも向いてると思うんですけど、あ、ね、好きなんですよ、時代劇が。時代劇好き。で好きなね、セリフがあって、うん、拙者、男として当然のことをしたまでです。俳優っぽいよね、もうかっこいいね。もう俳優の雰囲気があるよね、俺ね。言いたいんですよ、それをね。あ、言いたい。そうそう。おわ、言えた。前振りがあるやつ。シチュエーションがないと俺一人でお前なんかカラオケとかで拙者みたいな言っても満足できんから。違うの。違う違う違う、あのほら、ね、娘どっかの、ね、女の人をだからチンピラが絡んでんのよ。あ、はいはいはい、そこに侍である俺が助けに行って、うん、シンピラを成敗して、でありがとうって俺が言われて、そこで拙者男として当然のことをしたまでです。拙者男として当然のこと。そんなにキモい感じ。死にたいんだ。顔は見ないようにお願いします。そんなに大きいのに、ね、死にたいんやけど、もしもそうなるんだけど。いや言わせてよ。だから俺侍やるんでチンピラやって。チンピラ役。チンピラ役やって。いいじゃないか、いいじゃないか。待てー。何やつ。拙者の名前は土佐藩の織田裕二。いやあ。自己紹介の途中ですけど。
時代劇ルールその1、自己紹介中は刺しちゃダメ。絶対ダメだよね。めんどくさいめんどくさいとかじゃない。自己紹介の途中は刺しちゃダメ。そう、隙があっても絶対刺しちゃダメ。うん、うん、隙だらけだったから今。隙だらけだったからね。ちゃんとやって。いいじゃないか、いいじゃないか。待てい、その手を離せ。嫌がってるじゃないか。嫌がってた。いい、ごめんね、ごめんごめん。いや、ちょ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 、そんな紳士やらなくていいのか。え、紳士が溢れ出てきてるのな。チンピラも強引に連れていかないと助けられないから。どうすればいい。じゃ助けられない、助けもう強引に連れていく。あなたのエゴのために私はあのか弱い女性を襲えばいいわけ。役人や、俺が。そしたらいいね、いいね。で、仮のシチュエーションだ。いいではないか、いいではないか。待てい、何、その手を離せ。成敗してくれる。キンキンキン、ブラッシュ。いやーカチーン、まだまだー。キンキンキン、ブラッシュ。カチーン、これからー。不死身か、不死身か。チンピラは一発で死ね、もう。時代劇ルールその2、チンピラは一発で死ね。あいつら弱いから一発で死ぬね、あんなもん。ルール多いな。ルール多いな。一発で死んでバーってやられればいいから。頼む。いいじゃないか、いいじゃないか。待てー、何、成敗してくれる。キリキリカチラー、カチーン。まだ今月のガス代払ってないのに。いいかい、そんなもん。おい、ガス代の心配すんな。お前、最後の最後でガス代のこと言うわけないでしょ。もっと問題ここに起きてる。切られてるの。くしょくしょに切られて、他の問題、ここの問題だから。やって、いいではないか、いいではないか。成敗してくれる。キンキンキン、ブラッシュ。カチーン。スマホの速度制限きたー。来るかい、おい。快適なスマホライフが。嘘だろ、お前、スマホ。まだ、つき始め。怖っ怖っ怖っ。つき始めの通信制限怖っ。今月生きてられへん、ほんま。終わりだー。お前、さては AV 見すぎたな、お前な。ちゃんとやってくれよ、時代劇。そんなあるわけないでしょ。いやダメだ、少年が優しい。いや、少年が優しいからチンピラできんとかいらないの。全然いい子アピールしようとしとるの。チンピラには向いてないな。いやいや、知らんけど、そんな、なんでコピー売り始めたの。いいじゃないですか、それをね。いいじゃないですか、なんかさっきのあれっぽいけど、あの、娘さん役やって。娘さん役。そう、襲われる方、襲われる方。チンチンは、うん、なんて。そんな本腰やる気。役作りする。お前、さては俳優やな、お前。新人切り落とします。お前カラオケ店員やろ、俳優はカラオケ店員。ここでは娘役やってる。やめてください、やめてください。待てー。え、天下味さて、踊り行く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 。天下味。お前、天下味やったら行く。焼肉やったら焼肉やったら。そんなわらわらとかだったら行かないかもしれない。よろしい。私そんな安い女じゃないのよって言ってたけど、だいぶクオリティ低いからね、それは。行かないで、強引に行かない。もう絶対嫌だっていう。そうじゃないと助けられないから。やめてください、やめてください。待てー、お侍さん。下がってなさい。私、あの人の両親を殺しただけなんです。追われてるんです。じゃあお前が悪いじゃん、完全に。殺したんでしょ。いや、むしろ向こうに同情しちゃうよ、お前。いや、見殺しですよ。いや、見殺しじゃない。お前の方が悪じゃん、完全に。何言ってんだ、ちょっと。めちゃめちゃ悪じゃないですか。え、救う気ゼロやわ、そんな。時代劇ルール多いな。ちゃんとやってよ。善人、無害。無害。無害。おい、やめてくれ、やめてくれ。俺が何したって言うんだよ。なんでやめてくれ。無害の男にすんな、お前。なんで無害な男になった。さっきまでできてたよ、女、女、女。やめてくださいまし、やめてくださいまし。それジェスチャーあったの。みんな思ってたと思うんだよ。助け求めてる女のジェスチャーこれであったの。何から逃げようとしたの。だいたいこんな感じだよ。お父上、身内やった。ごめんごめん。
侍、今回侍やってるでしょ。侍そう、侍って俺じゃもう娘と、その、チンピラ。あ、どっちもやってくれるどっちもやってくれる侍やるべ。やめてくださいやめてくださいいいじゃねえかえ、フーリッシュ What are you doing, man? Haha, what the hell are you doing, okay? That girl, dislike you! なんでお前、なんでお前英語で喋り始めたの？ミスターお侍さん出てきたと思います。パーティーパーティーじゃない。ミスター、ミスターやめて。ノー、ノーイングリッシュ。ノーイングリッシュ。うん、インジャパン。インジャパン。オッケー。助けてください助けてくださいいいじゃねえかエアフライアビジャビをやめなしてるか分かるやしかしがらにやしにやらっちゅうだかあげようやなかあげようやめっちゃ俺はサイサイどうやらお前沖縄弁やな最後お前最初みんな多分英語やと思うとこまだないやいやなかあげよう何言ってるからやすしかしてくれお前さっきメンソーレって言ってなかった多分ここで使うような言葉じゃないあれいらっしゃいみたいなことやすか皆さんようこそ今言ったメンソーレ今みんなにいらっしゃいって言うよメサイ、それはいきなり沖縄を出してこんでええなお前な沖縄日本人やって日本人日本人だけど日本人やけどノー沖縄、ノー沖縄ノー沖縄センターオブジャパン、センターオブジャパンやめてくださいまし、やめてくださいまたやんのかよ、二人女やったら誰が出すかちゃんとやってやめてくださいやめてくださいいいじゃねえか負けねえ貴様その手を離せ誰だよお前らともなくば私が勝負だ成敗してやる勝って勝ったの忘れたんだよちょっと待ていやちょっと待てないちょっと待ていが全然かっこ悪いよちゃんとやって助けてください助けてくださいいいじゃねえか負けねえ誰だ貴様消すの悪人めその手を離しやがれ誰なんだお前らともなくば私が成敗するお前は誰だ土佐藩主私がよし愛に生まれ愛に育ち惚れた女の数は月のそして星の数ほど数多いる女たちをこの手にたぶらかしてきたそう我こそがボコいやー見たことあるぞそれなあ長えよ自己紹介が自己紹介の途中に入ってくんなっつったのてめえだろいやちょっと長すぎるよやってんだもんじゃ自己紹介を時代劇ルールその13人長い自己紹介なしがあんのよ13なんだ13なんだちゃんとやってちゃんとやって助けてください助けてくださいいいじゃん待てー貴様誰だよお前は成敗してくれるえっけけけプシューやられたーありがとうございましたありがとうございました、おとみさんお怪我はなかったですかはい、おかげさまでわかってますよねこの後は、俺がお前の体を楽しむ番組嘘でしょホテル行くよいや、最初から私の体が目的だったのね拙者、男として当然のことをしたわ